山神社、読めねえ、なんか丸文字だな。こっちが白山神社。とんでもない階段だ。とんでもない階段だ。うん。メインがこっちでよかった。じゃあ上も行くよ。さあ、この階段登るの？電子研究家、ムイ&カッチャンネルのカッチャです。今日もね、今日はまた福井サバナミトンネル。多分サバナミですね。いや、もうサバナミって聞いてますから。あらまあ。はい、ここはね、とりあえず、まあ、言っても新しい神社なんですけど、神社じゃないトンネルです。うん。自動車通行止めだから、だいぶなんていうの通りやすいよね。うん、俺らが行くトンネル大体。1992年で作る、6月に作る。俺より年下だ。うん。俺よりは年下だ。ていうなことでね、いやまあ結構。新しいトンネルですけど。うん。なんか感じます？この入り口のところで。嘘でしょ。嘘でしょ。とりあえずここはね、なんか、うん、犬と以外いるんですけどね。なんか、悪い子いますか？わざ、その。いや、そんなに悪いっていうあれはないですよ。うん、まあ、あくまで幽霊はいるけどぐらいの。ポツンっているって感覚なんですけどね。はい、今一番、右側です。一番近いところが。まあ、水下みたいなホワイトボードがなくて。そう、ホワイトボードないけど、うん、でもトンネルっていうと大体こんな人がいるんだなっていう感じだな。なんかやっぱりトンネルの幽霊特徴ありますか？特徴あるね、うん、具体的にはどんな感じですか？貧相貧相貧相っぽいっていうか、なんか、ね、なんちゅうのかな、なんか貧乏くさい。ああ、うん、それ幽霊に聞こえてない？大丈夫、聞こえてるやろ。キャー、ここの音は声が響かんのやな。変な音でビーって響くな。そうね、やっぱりなんか無駄に響くのはこのコンクリのせいだもんね。多分な。まあここのトンネルはまあそう、まあ肝試しにはちょうどいいんじゃない。でも夜電気ついてるからな。そうね、まだお昼だけど、それでも電気ついてるから。そう、税金の無駄遣いですね。やめなさい。電車を見るところ。あ、電車は見やすい。目の前が線路なのよ。あー、通学路からワンチャンある。電車見ようか。さあ、次の便はいつだ？さっき。いや、普通だったらもう通る。キンコン殴るぞ。さすがに。こんなもんなのかな？ようわからん。うん、さあ、じゃあ、行きましょうか。で、なんかその幽霊さん的にはやっぱりトンネル幽霊ってそんな悪さしてこないんですよ。うん、悪さしてこないね。まあ、うん、なんていうか、一部なんかとんでもない悪霊をね、今までトンネルにおったかもするけど、うん、そうそうそう、見てこれ。何これ？モスラーのちっちゃいやつ。やめい。もう秋はね、つこしがないとね。
もう秋が近づいてきたね。かっちゃんはその辺の知識もいいよね、なんか。なんで今鳴いとるセミが、だから何とすか思わんもん、その、あの、これが鳴いとるからこのシーズンだねっていうのは分からないね。だってこれを、もうミンミンゼミは終わったやろ、アブラゼミは。あとはクマンゼミが、必死こいて。コオロギとかスズムシの時代になってくるな。そうそうそう。ね。もう、いや、まあこの辺が一番あれなんだね。何今の？今のザっていう音？パチンチッと。まあいいけど。なんか変な音がする。さっきカツちゃんが変なこと言うから、幽霊降ってるんちゃう？本当？貧相って言ったのが？貧乏臭いとか？だって、正直に似合うとかも。っていうか、幽霊さんみんな新しいですか？やっぱり新しいな。そんな古い方いないの？ミンミンズ幽霊だよ。バス来るんかな。